次はですね、この周りを囲む壁を違うスプライトにしてみます。そしたらですね、このカラムズっていうのがね、カラムっていうのは、えーっていう意味なんですけど、これ、あの単純に多分棒っていう意味だと思います。こんな感じでね、プレビューがここに見れるんですけどね、これ選ぶと。で、これはですね、さっきも言ったように、1枚の PNG ファイルの中に複数のスプライトが入ってるんですけど、 これをどうやって切るか。一枚の画像をいくつものスプライトに分けるっていうことをスライスっていうんですけど、これね、よく見るとちょっとね、間違ってるんですね。これはスプライトエディターっていうのを起動すると、どういう風うにスライスされてるかわかるんですけれども、ちょっと拡大しましょうね。こんな感じで。そうするとですね、これ選ぶと、こんな風に切れちゃってるんですよね。これはちょっと思ったのと違いますね。この三つが縦にこう、 連結して、これが1枚になってほしい。こういう時はどうするかっていうとですね、えっと、今こんな感じに切れちゃってるんですね。え、これを調節するには、スライスするんですけども、どういう設定にするかタイプ、オートマティックに今スライスしたらこんな風になっちゃったんですね。だからそれをセルサイズとかセルカウントとかでできるんですけど、今はこれ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、横が 横に9個に分けて、縦は1個でいいでしょうと。だから、えカウントでね、やると、えカラム、カラムが縦ですね。これが9個。で、ローが横、列ですね。これが1個。で、これでスライスすると、どういう風になるか。こうなるんですね。これがちょうどいいですよね。で、ちなみにこれクリックすると、カラム0。カラム図0ですね。カラムズ1。 これね、ここで名前を変えたりすることもできるんですけど、デフォルトだと、カラムズっていう画像ファイルに0123ってこう、インデックスがついたものになるんですが、あとね、これ、この辺とかドラッグすると形変えることができるんですけども、この場合はきちんと整列しているので必要ないですね。で、アプライを押して、変更を確定します。ちなみにリバートっていうのを押すと、 行った変更を戻すことができます。例えばですね、この辺をこう、おっと、こんな風にしてしまったりとかね、したときに、あ、まずいっつってこう、戻すことができるわけですね。そしたら、この細長くしたね、スプライトを、この、ウォールに取り付けたいと思います。えー、カーラム、あ、出てきましたね、0、えー、を、 つけますそうするとさっきと同じように小さすぎるわけです。だから、ピクセルズパ p ユニット設定するんですけども、これはですね、えー、これにおいては32にするとちょうどいいです。そうするとね、ほら、横幅がきれいに揃いました。まあ、これはどういうことかっていうと、えー、カラムズをこう見ると、288ですね。 で、横に1,2,3,4,5,6,7,8,9個あるんで、288八割る9は32です。ということは横が32ピクセルなわけですね。で、こちらを見ると、横が100ピクセルなんですね。100ピクセルが1メートルなんですよ。これ一メートル。そうすると、こっち側は何が1メートルになればいいかっていうと、32ピクセルが1メートルになればいいわけです。 この横幅1個32ピクセルなんでね。だから、ピクセルズパイニットは32。っていう風に計算してもいいんですけれども、最初はですね、適当にこう数字を大きくしたり小さくしたりして、徐々に近づけていく。ここをクリックすればね、例えば、ちょうど良くない数を指定した時、50とかね、指定してアプライすると、ほら、ちょっと小さい。コライダーに比べてちょっと小さいんで、もうちょっと小さい値にした方がいいかなとかね、やっていくと、ちょうどいい。 もうちょっと小さい数にした方がいいかな。40とかやってですね。ああ、まだまだだなって。こう徐々に小さくしていくといいんじゃないですかね。30。ああ、ちょっとでっかくなりすぎたな。まあでもこれでもいいかな。みたいな感じです。でも本当は計算できるといいです。<laughs> ちゃんとね。それは慣れていきましょう。そしたら次なんですけれども、これですね、どういうふうに表示したいかなって今僕思ってるかっていうと、 これをね、縦にいくつも並べたいんですよね。伸ばすんじゃなくてね、スプライトを微妙で伸ばすのではなく、縦にいくつか並べたい。そういう時はどうするかっていうと、この、ドローモードっていうのをシンプルからタイルドにします。スライスはね、ちょっと高度な設定なので、今回やめときます。そうするとこんな感じになってしまうんですが、これはなんでかっていうと、ここで勝手に、勝手に、スケールの Y がね、0.3になってしまったからなんですね。これを1に戻す。そうすると、これは、まあ一応10メートルなんですけど、 10メートル。これ、ここ見るとわかりますね。横1メートル、縦10メートル。そうすると、ここに警告が出てくるんですけれども、これは何を言ってるかっていうと、スプライトタイリング、マイトノットアピアコレクトリー。スプライトのタイリングは、まあ、ちゃんと見えてないかもしれませんよ、と。で、スプライトはフルレクトモードかポリゴンモードになってないから、と。で、to fix スディスこれを修正するには、メッシュタイプ。 スプライトインポートセッティングスのメッシュタイプをフルレクトもしくはスプライトモードをシングルかマルチプルにする。これちょっと意味わかんないですね。メッシュタイプをね、フルレクトにすればいいんだよってことを言ってます。じゃあそうしましょう。カラムズのメッシュタイプはこれですね。でタイトになってるんですけどフルレクトにしてアプライすると警告は消えます。 これで OK なんですが、えー、これはですね、ちょっとね、面白いんですけど、こう、これをね、こうちょっと遠くして、こう伸ばすとね、こう、こんな感じで、こんな感じで、綺麗に並べてくれるんですね。戻しますけど。そしたら、このタイルモード、コンティニュアスってなってるんですけど、これは、スプライトの拡大縮小を全く行わずに、連続して描画しなさいっていうモードなんですけど、これをね、 アダプティブにすると、ちょっと調整してくれるんですよね。伸ばしたり、縮めたりして。これぴったりになってますよね。いい感じです。で、これストレッチバリューっていうのを変えると、えー、ちょっとね、縮尺を変えて、これこっちまで上げても変わらないんですけど、小さくすると、こんな感じで4つになったりね、上げると3つになったりします。まあデフォルトでは0.5なんですけど、まあこの辺を調節してですね、いい感じに見えるようにしていけばいいでしょうと。 それでですね、えー、この設定をこの上の壁とか下の壁とかにも反映させたいんですけど、まあ、ここでちょっとしたテクニックがあってですね、このスプライトレンダラーの設定をコピーコンポーネントっていう風にするんですね。で、こっち、今まだ真っ白いね、ボールを選んで、スプライトレンダラーのペーストコンポーネントバリューズっていうのを選ぶと、設定をね、丸ごとコピーペーストできるんですよね。 で、これも同じようにコピーペーストすると、はい、仕上がりましたよと。あとはですね、まあ、カラム0じゃない方がいいかなと。そしたら、これ今3つとも選んでるんですけど、こんな風にすると、どれがいいかなーって選べるんですね。まあ別にこの上とね、横をね、同じものにする必要ないんですけど、まあちょっと今のところちょっとカラム4がね、好みなのでこれにしたいと思います。 これはですね、最初から上手にできるようにはあんまならないかもしれないですね。重要なのはね、以下の3点なんですけれども、まずスプライターセットっていうのは画像1個につき、スプライト1個じゃないこともありますよと。まあこんな感じでですね、こう、1個の画像にたくさんのスプライトが入っていることもありますよと。しかもそれはですね、例えばこのタイルセットみたい このタイルセットっていう画像みたいに綺麗に並んでないこともあるんですよね。まあこれだとちょっと、うん、スライスするのが大変だなって思うんですけど、まあ頑張ってスライスするしかないんですけども、こういうのもあります。これちなみにスライスされてませんね。だから、あの、1枚として扱われてるんで、これをこれから切り取って使うにはスプライトエディターで自分でスライスする必要があります。スライスも結構めんどくさい作業なので、まあ慣れておかないと、 ちょっと辛いかもしれないです。それから手に入れてどっかからダウンロードしてきたりね、アセットストアからインポートしたスプライトが小さすぎたり大きすぎたりすることがあるんですけど、まずそのような場合は最初はまあピクセルズパイオニットを調べましょうと。これで何とかできないかっていうのを考えた方がいいと思います。大体いいですね、この四角一個の四角は 2D ゲームでは大体いい 64×64 とか32とかですね。 あと 128?256? あたりの数字が使われていることが多いです。なので最初に作るときにそのぐらいの仮のスプライトを用意して作っておいて後から入れ替えるっていうのがまあいいんじゃないかなって思います。最初はシンプルな絵で作っておいて後で入れ替える、スプライトを入れ替えるというのは結構普通の作業です。よくやります。それからスプライトは1枚の絵として表示させるだけじゃなくてこんな風にねタイル として表示させることもありますよと。もう一個モードスライストっていうのがね、スライストっていうモードがあるんですけど、これはちょっと複雑なので、今回は触れません。